白馬で今42年になりますかね、続く、中国料理の白馬飯店というお店をやってます。 SDGs の中の14番と15番、海と森を守るっていうところになるのかな、に関してはコンポストだったりゴミの、細かい分別で処理していくっていうことが、まっすぐつながってるところかなと思ってます。で、今実際にじゃあ僕ら何をやってるかというと、やっぱり営業中とか仕込みの中で出てくる、資源ごみ、忙しい中で分別するって大変なんですけど、プラスチック製品は洗って干して、資源ごみの袋に入れたりとか、瓶と缶とかも一応その各自治体で分別の仕方が違うんで、それにのっとって出したりとか。で、生ごみに関しては生ごみをコンポストに持って行って精米するときに出てきた、ぬかをいただいて、ぬかを入れて、で今の時期だったら落ち葉、ちょっとこう空気層を作るようなふわふわしたようなものを、生ごみと一緒に入れてあげることによって、ぬかの持ってるいろんな菌がこう働きやすい環境を作ってあげる。まあ、今回僕は今1年単位でコンポストをひっくり返してるんですけど、思った以上に簡単に分解して何だったんだろうっていうような状態もあったんで、あ、これで良かったんだなって、こう1年終わってみると、その人間的負荷もかからなければ本当にお金も全くかからないです。本当にそれだけでゴミの量が減ったりとか、もちろん焼却場で の負荷も減ってるし、なんか難しいことを考えずにやってみるだけかなと思ってます。